3日間の攘夷戦争は近代的兵器の前に長州側の徹底的敗北に終わる。伊藤俊介のお膳立てで講和談判が始まったのはそれから間もなくである。施設に当たったのは筆頭家老宍戸桂馬こと高杉晋作であった。晋作の印象について英国側通訳官アーネスト佐藤は後記している。彼は魔王のように呆然としていた。Out of the question. There's not a word of apology on this document. あなた方は賠償金を忘れている。ヨーロッパでは戦い経費は負けた者が払います。横浜からの石炭代、兵員の給料、死んだ者8人、怪我した者30人の賠償、2504発の大砲の弾を撃ちました。その費用、$3,000,000。$3,000,000?長州藩が50年かかっても払えんぞ。The Choshu Clan Halls are fifth yielding 360,000 kok, but the income actually usable is about 60,000 kok. So, it's far short of the price you mentioned. 戦争というものは初めから金の計算をして始めるべきものです。今さら金がないでは世界で通用しない。But the Waters 攘夷を命じたのは朝廷と幕府だ。長州藩は単に鉄砲に過ぎん。打ち手は幕府であり、その300万ドルは幕府が支払うべきものだ。文久3年5月10日をもって攘夷実行の期限とする。幕府の命令書だ。長州藩に300万ドルの賠償責任はない。第1回の予備会談は短い時間で終わる。結論は翌々日の会談に持ち越された。8月14日最後の談判が行われた。村田蔵六もこの席に加わる。談判は順調に進み、300万ドルの賠償金も幕府に支払わせることで合意を見た。ところが、 Yes, I understand the payment of indemnities. But what about our use of Hikoshima? Hikoshima の場合は、Hikoshima をどうしたいと言ってるんだ。 Hikoshima を抵当に借りたいと言うちおります。わしは上海で見た。我が物顔に外国人がのし歩き、秦国の主権など薬にしたくもなかった。つまりは彦島を上海にするつもりか。俊介、通訳しろ。そもそも日本国などは高間ヶ原から始まる。はじめ国の徳たちの御事を増しまし、続いてイザナギイザナミなる二柱の神あれまして、天の浮き足に立たすたまい、雨のぬぼこを持って海を探られ、その矛の先から滴る雫が島々になった。まずできたのが淡路の国の小野頃島である。
されば神々、その島に天下り下りましまし。高杉さん、天野高杉さん、それは古事記でしょう。私のエーゲレス語ではとても。やれ。Well, once upon a time, they lived a 国の男たちの味方。What the hell are they talking about? I want to have a better explanation of what the hell they're trying to discuss here, because I'm not following it. Just one moment. その島に天下り下りましまし。雨の御柱を見立て、八尋殿を見立て玉行き。ここにその芋、イザナミの御事に問いたまわ。あの男、彦島の咀嚼を何としても跳ねつける気だ。問いたまえば、言葉に出して拒めば、談判は壊れる。相手が引っ込めるまで、何日でも古事記の講釈を続けるつもりか。なりなりて、なり暴れる男の人と。翻訳不可能な演説は延々と続き、彦島咀嚼の問題はうやむやに消えた。